フリーランスの経費の正解って何なんですか？今回の動画では経費のすべてを盛り込みました。節税の王道である経費がすべて理解できるようになっています。無駄な税金を支払いたくないならぜひ見てください。自分は漏れなく経費にできてるかな？入れられるものは全部経費に入れて最大限の節税をしたいなんて思ったことありますよね。自分で調べてもブロガーさんや YouTuber さんが言ってることはみんな違っていて、じゃあ自分の場合はどうなのさってなってしまいますよね。それは経費の本質をしっかり説明できていないからなんです。本質がわからないといつまでも経費の取りこぼしが出てきて税金で損をし続けてしまいます。経費をマスターしてしっかり節税をしたいと思っているのであれば、今回のこの動画が一番良い教材になるはずです。長い動画ですが、これ一本だけ見れば、経費とはそもそも何かから根本的に理解できて、自分が経費に入れられるものが自分で判断できるようになって、これからは最大限の節税を毎年できるようになります。もう無駄に税金を支払うのはやめにしましょう。ぜひ最後まで見ていってください。今日はこういうテーマでお話をしていきたいと思います。全部で大きな項目8つに分けてお話をしていきます。まず1つ目は、経費になるかならないかの基準は何なんだっていうお話をします。そして2つ目に、これが経費の定義だっていうお話をします。3番目に、経費のレシート領収書っていうのは、全部チェックされるのかどうか不安ですよね。このことについて答えをお伝えします。4番目に、疑われないための経費の整理と正当な根拠というお話をします。そして5番目、今日はここがメインになってくるかと思います。経費のパターン別にどんなものが経費に入るのかっていう具体例をいろいろ持ってきました。これを全部見ていただければ、忘れているものがあるんじゃないかっていうチェック項目にも使っていただけると思います。そして6番目、どうしても領収書とかレシートがもらえない場合だってあるよね。そういう時どうすればいいのかっていうお話。そして7番目です。多くのフリーランス、個人事業主の方を悩ませている、プライベート、生活に使っているものと業務に使っているもの、両方あるんだけどどうすればいいのっていう場合。そして最後8つ目に、これは経費にできませんっていうところ、ポンポンと例示を挙げていきたいと思います。それでは早速一つ目から参ります。まず、経費になる、ならないの基準は何かというお話をしていきます。どういう基準でみんなこれが経費になるよ、ならないよって言ってるんでしょうか。例えばですね、これが専門家でなければですね、おそらくはご自身が税務調査などでそれが認められたとか、何の文句も言われなかったとか、そういうことを基準に言っているケースが一つ。で、まあ一般的にはそうでしょうっていうような、その方の基準で考えているっていうことが一つあると思います。ですが、もちろんこれには根拠があるわけなんですよね。この根拠というのは、フリーランスの方がご自身の事業で儲けたお金に対してかかる所得税に関わる話ですので、所得税法という法律の中にあるわけなんですよ。実は所得税法37条という条文があります。そこに実は大正解が書いてあるわけなんですが、は？条文とか読まなきゃいけないわけ？って思った方も多いと思います。で、この条文っていうのは、まあ確かにすごく難しい表現をされていたりとかして、まあ、気軽に読めるものではないんですよね。ただ、税務署のホームページを調べると、その条文がものすごく柔らかい言葉に表現を変えたり、簡略化したりして表示されていたりするんですよ。ですので、そういったものを確認するというのが一番信頼できる情報であることは確かです。まあ、ややめんどくさいなというふうに思うかもしれませんけれども、所得税法という法律の条文を読むくらいであれば、国税庁のウェブサイトで、経費とは何ぞやっていうことを調べてみるっていうのが、まあ、一番の正解だと思います。で、じゃあ今日はそこに何て書かれてるかっていうことをご紹介していきたいと思います。では二つ目。これが経費の定義だっていうことを、ここに国税庁のホームページを持ってきました。必要経費に参入できる金額というふうに書いてあります。
ここに何て書いてあるかっていうと、売上原価、収入金額を得るために直接必要だった費用、そしてその年に発生した販売費、一般管理費、その他業務上の費用というふうに書かれているんです。これに当てはまれば経費になりますよということなんですよね。実はこれしか書いていないわけなんですよ。ここには具体的にあなたのスマホの代金は経費になりますとか、ネットフリックスは経費になりませんとか、そういうことは書いてないわけなんですよ。当然ですけれども、キリがなくて、そんな細かいことまで触れてはいないわけなんですね。ですので皆さんご自身がそれぞれ判断していくということになってしまうというのが、まあ、ここの問題点ではあるんですけれども、まあ、これが基準であるということには変わりがないので、これをまず知っておくという必要があります。これを見る限りですね、例えば YouTuber の方が動画を撮影するために何か参考になる本を買ったりとか、有料のノートの記事を読んだとか、撮影するために借りた場所の費用とか、取引先との打ち合わせのために発生した交通費だったりとか、カフェ代とか飲食代っていうもの、そういったものは堂々と経費にすることができるんじゃないかっていうことが読み取れますよね。はい、では3番目ですね。レシートは全部チェックされるのかっていうこの恐怖あると思うんですよ。皆さん結構そのレシート整理してくださいとか、私も整理の動画を出していたりするので、レシート領収書きちんと整理してないとめちゃくちゃ怒られるんじゃないかっていうふうに考えている方もいらっしゃるかもしれないんですが、実はこれ確定申告書を出すときっていうのは、特にレシートとか領収書一緒に見せる必要もないし、そこで提出するっていうこともありません。これはあくまでもご自身の手元に保管しておかなければいけない資料ではあるんですけれども、それをチェックされるというタイミングは税務調査が入った時以外にはないわけなんですよね。ですので実はまあ整理されていなかったとしても、実際に税務調査が入った時にこの費用どういう領収書ですかって言われて、その領収書をバンと出せるのであれば別にそれでいいわけなんですよね。なおかつその費用が業務に関係があるということをご自身の口で説明できればいいわけなんです。ですので特にまあ整理整頓のことを問われているのではないし、保管の状態を問われているわけでもありません。ただその時が来たらちゃんと出せる状態にしておきましょうねっていうことだけなんです。では4つ目、疑われないための整理と正当な根拠というお話をしていきます。私が過去の動画で領収書の整理をしましょうねとか、毎月きちんとやりましょうねとかって言っているのはここの部分になります。何かというと疑われないためなんですよ。疑われてしまうことが一番嫌なわけで、提出をするためにきれいに整えましょうということではなくて、いざという時にそれを疑われてしまって根拠が出せなかったら結局全部やり直しになってしまう危険があるよっていうこと、これを避けたいなというところなんですね。最近私 Amazon プライムで米倉涼子さんの昔のドラマを見てたんですね。情けの女っていう、国税庁査察部っていう、まあ、税務調査強制調査に入る部署に配属されている話なんですけど、まあ、現実世界とはちょっと違うかもしれないけれども、でもイメージをつかむことができるなっていうエピソードがたくさんありました。でここで行われていたことの一つに、例えば米倉涼子さんものすごい緻密に調査をする調査官で、何年の何月何日に行っていたレストランと何年の何月何日に行っていたレストラン、同じレストランだなっていうことをまず発見したりとかするんですよね。でその同じレストランだなっていうことを発見したら、あれ同じ日付だなっていうことに気がついたりする。で同じ日付だなっていうことに一回気がつくと、えじゃあその前の年、その前の前の年も見てみようっていうふうに、まあ想像が働いていくわけなんですよね。でその一回の食事はたった1万5000円とか2万円かもしれないんですけれども、それが同じ日の同じ場所っていうことが繰り返されていると、あれれれれっていう風になっていくんです。もしかしたら何かの記念日なんじゃないか、記念日に誰かと一緒に何かをお祝いしてるんじゃないかっていう風な想像を働かせて、でそれで実際にこの領収書誰と何の用事で行ったんですかっていう質問をするんですよ。でその時に
そこに出てくる税理士役の佐野史郎さんは、あ、何年の分は佐藤さんですよ、何年の分は鈴木さんですよ、その前の年は高橋さんですよ、みたいにスラスラ答えるわけなんです。ところがまあ一般的に考えて、これまあ男女の浮気を疑うみたいなところともちょっと似てると思うんですが、例えば彼氏に対して同じ状況があったとして、毎年同じ年に同じ店での領収書が、まあ、発見したと仮定しますよね。で、彼氏に問い合わせた時に、あ、それは仕事の何々さんだよ、その年は何々さんだよ、その年は何々さんだよっていうふうに、まあ、言われたとしても、おそらくそこで怪しいなっていう気持ちは払拭できないと思うんですよね。で、その怪しいなっていう気持ちってどういうふうに生まれると思いますか？それってなんだろう、ちゃんとした理由がないとか、こちらが納得できる理由をお話ししてくれないとかっていうことから疑いって生まれてきますよね。で、これ税務調査も全く同じで、税務調査の調査官も人間なので、まあ普通にこう考えたらこういうことってなくないっていうことを、まあ紐解いていくっていうことになってくるわけなんですよ。なので、ここで私たち事業者ができることというのは、疑われないための整理と正当な根拠を作ることなんですよ。で、これもちろん捏造するわけじゃなくって、本当に経費なわけですから、それが経費だということを証明できる何かを持っておくということが大切になってきます。で、領収書に例えば誰々さんと一緒だったって手書きでもいいから書いておくとか、まあ、その時にお話しした内容をちょっとメモしておくっていうだけで、すごく重要な証拠になったりする。まあ、そういうことの積み重ねが信頼を生んでいくということになるわけなんです。で、こういう信頼を構築していくっていう過程で、私すごくおすすめしている方法があります。昔先輩にですね、私アドバイスしていただいた内容で、多くの方にもシェアしていることなんですけれども、皆さんプライベートのレシートも業務上のレシートも全部とりあえず手元に集めてあると思うんですよ。で、そこからまあ確定申告の前とかにこう振り分けていったりする方も多いんじゃないかと思うんですけれど、じゃあいらないなと思ったレシートどうされてますか？まあ全部捨てちゃってるっていう方がほとんどだと思いますし、税理士の方でもそういう方がほとんどだと思うんですけれども、これをですね、取っとくんですよ。で、取っといて、まあ一つの袋でもいいから、ごちゃごちゃでもいいから、それを中に入れて、実際の業務の経費の領収書と別にして取っておくっていうことをやってみると、この経費に入れなかった分の領収書、レシートっていうものが信頼を構築してくれるっていうことがあります。何かっていうと、まあ、経費に入れたものはもちろん保存してるわけなんですけれども、その方の全ての消費生活っていうのは、業務上の領収書を見ただけではなかなかイメージがつかめないわけですよね。で、何でもかんでも経費に入れてるんじゃないかっていう疑いの目を持たれてしまった時に、いや、実は経費に入れなかった分がこれだけあるんですよ。まあ恥ずかしいけど、一応取ってありますみたいな感じでポンと出すことができたら、あ、ちゃんとプライベートと業務用って分けてるんだなっていう信頼を構築することができるんですね。ですので、まあこういうレシート、まあ全部じゃなくてもいいんですけれども、なんか自分がちょっと判断に迷ったものだったりとか、金額が大きいもので、まあちょっとアピールできるようなものがあったら、ぜひそのプライベートだけれども、こういうものは絶対に入れないって自分で基準を持ってます、みたいなことを説明できるように取っておくっていう方法。これちょっと裏技なのでおすすめしておきます。では、いよいよ5番目、経費にできるもの12パターン今日は用意してきました。12パターンといって、まあ、こういう解説って大抵の場合がですね、何々費、何々費、何々費って勘定科目を並べて、これにはどういう項目が当てはまるっていうようなことを説明していくパターンが多いと思ったので、今日は12パターンといっても勘定科目に分け、最初から分けて考えるのではなくて、まあ、業務上出てきそうな行動のパターンから経費に入れられるものっていうのを紹介していきたいと思います。で、とは言っても最終的には勘定科目にまとめ上げるわけなので、これについては最初に目を通しておいた方がいいんですよ。これ、所得税の青色申告決算書っていうものの書式なんですけれども、白色申告をする方もこの部分についてはほとんど同じなので参考になると思います。ここに実は決算書っていうものの中にあらかじめ印字されている勘定科目があります。上から行くと租税効果ですね。荷造り運賃、水道光熱費、接待交際費、通信費、広告宣伝費みたいな感じで、あらかじめ印字されている勘定科目があるので、
ここに当てはめていこうっていう気持ちで振り分けしていくのが一番手っ取り早いです。それだけは最初に覚えておいてください。では12パターンのうち1つ目から紹介していきましょう。まず1つ目は原価って言われるものです。原価ってよく使うけど何のことかなって思ったことあるかもしれませんが、原価と経費ってどういうふうに違うのかなっていうところですよね。原価っていうのは売上が立つために必ず必要だったものを原価というふうに言います。わかりやすいのが、商品を仕入れてそのものを売るというご商売をされている場合です。この場合には商品を仕入れて売るわけなので、そもそも商品がなければ売上が立たないという形ですよね。ですのでこういった場合の商品を仕入れた価格、この部分については原価というふうに言います。当然経費になります。同じような考え方で外注費であったりとか材料費といったもの、こういったものも原価というふうに考えて経費に入れることができます。ただしこれについては売上と対応している必要があります。例えば商品を100個仕入れました。ところがまだ50個しか売れていません。その場合には50個分の仕入れしか入れられないですよということはありますので、ここの部分は気をつけてください。続いて2パターン目に参ります。2パターン目は物品を購入した場合というケースについてです。物品を購入した場合、どんな時が経費になるのかというと、お仕事で使っているパソコンを買ったりとか、まあパソコンについては10万円未満であれば、その年の経費に全額入れられます。ところが、10万円以上のものは、原則は減価償却をしなければなりません。減価償却というのは、経費には入れられるんだけれども、年ごとに分割して経費に入れていくっていう考え方のことです。難しくありません。言葉が難しいだけなので、ここでつまずかないでくださいね。減価償却しなければならないものもありますけれども、基本は10万円未満であれば経費に入れられる。それからパソコン関連の機器ですよね。プリンターであったりとか、まあ、マウスとか、キーボードとか、マイクとかですね。カメラとかですね。まあ、今リモートになって、いろいろこう機材が必要になってるっていうこともあると思いますので、こういったものというのは経費に入れられます。それからソフトもありますよね。ソフトウェア入れてる場合にこのソフトウェアも入れられます。はい、ソフトウェアもサブスクで払っている場合もありますので、形状を忘れないように気をつけてください。Adobe のクリエイティブクラウドみたいなものとかね、そういうもの、クレジットカードで落ちているはずですので、これら形状し忘れないように気をつけてください。あとは文房具とか当然入りますよね。仕事で使っているペンとかファイルとかノートとかそういったもの、紙とかですね、インクとかそういうものの文房具入ります。あとはユニフォームみたいなものも入りますよ。例えばですね、必ずこの服を着て仕事をしているっていうことあると思います。あとは、例えばどこかの会社に入ってお仕事をするようなタイプの時に、その会社からこれを着てくださいということを指示されていて、それを用意しなければいけなかった場合なんかには、ユニフォームっていうふうに考えて経費に入れることができます。それから機材をレンタルしたりした場合のそのレンタル料というのも入りますよね。まあ、あとは細かいもので言えば消耗品というものがあると思います。文房具以外の消耗品というものも事業に関連がある、もしくはその事業スペースを保つために必要なものであれば、消耗品費という形で入れられるということになります。はい、続いて3パターン目いきますね。通信に関係するものです。通信環境を整えるためのものというふうに言ってもいいかもしれません。電話だったりとか、スマホ代、インターネットのプロバイダー料、それから郵便を出すお金、宅急便出すお金、それから、例えば業務上ですね、お店なんかをやっていて、常に音楽を流しているとか、常に映像を流しているということであれば、音楽のサービス、音楽のサブスクのサービスであったりとか、映像のサービスみたいなものも経費に入れられると思います。そして4パターン目、移動に関するものです。ご自身が移動する、そこに行って仕事をする、お客さんのところに行く、お客さんと会うために移動するという移動の費用ですね。電車賃、バス代、タクシー代、飛行機、船といったものがあるかと思います。それから車を使ってお仕事をしなければいけないような場合には、車に関する費用も入ります。ガソリン、駐車場、車検代、自動車税とかですね、そういったものも入りますので、プライベートと 100%
と業務に使っているという車であれば入れられるというふうに考えてください。また車もですね、自分で買っていれば減価償却の対象になると思いますので、車本体の減価償却費というのも経費になります。はい、続いて5つ目のパターンは、広告をする活動をしているということがあると思います。例えばネット上に広告を掲載するとか、チラシを発行するとか、名刺を配るとか、ホームページを作成するとか、 SNS の運用の代行を頼んでいるとか、メルマガを発行している費用とか、 LINE の L ステップなどを発行している費用などについても、広告宣伝のためにやっている、売上を生み出すための費用ということで経費に入れることができます。で、例えばメルマガとかですね、メルマガスタンドみたいなものとか、毎月毎月払っていくタイプのものと、年払いできるものっていうのがあると思うんですよ。ただこれって継続してずっと払い続けるっていう前提であれば、年払いで1年分を例えば12月に払ったとしても、1年分であればですね、経費に入れることできますので、これらも忘れずに入れてください。はい、続いて6番目のパターンは、情報収集をするといった行動をしている場合です。雑誌であったり、書籍であったり、アプリであったりとか、情報収集のためのサブスクサービスというのを契約していたり、それからオンラインサロンで情報収集をしていたりとか、セミナーの受講費用であったり、情報収集って本当に今たくさんのツールがあると思うんですけれども、これら一つ一つ、根拠を求められたらちょっと難しいは難しいんですが、完全にプライベートって考えられるような、ゲームであったりとか、業務に関係ないものを除いては、情報収集のためということで経費に入れて差し支えないんじゃないかというふうに考えます。続いて7番目です。飲食関係です。カフェに行ったり、食事をしたり、飲み屋さんに行ったり、テイクアウトしたり、コンビニでご飯を買ってきたりって、いろんなパターンがあると思いますけれども、すべて業務に関係のある人と一緒に食事をしているのであれば、それは経費に入れられる可能性があります。打ち合わせをしているとか、接待をしているケースもありますよね。それから差し入れをするとか、お土産を持っていくとか、謝罪のために何か手土産を持っていくとか、挨拶のために持っていったお菓子とか、そういったものを経費にすること可能です。続いて8番目のパターンは、場所のことどう考えるかということなんですけど、もちろん家賃を入れることができます。あとはレンタルの会議室であったりとか、あとは場所代というふうに考えてどうかと思うんですけれども、今カフェとかに行ってお仕事をされる方いらっしゃると思います。取引先と一緒であれば会議費とかになるんだけれども、一人でカフェに行った分ってどうすればいいのかっていうふうに考えた時に、例えばそこの場所をですね、仕事として使うっていうことであれば、そこの部分のカフェ代っていうのは、コーヒー一杯飲まなければそこにいられないっていうものって考えると、場所代っていうふうに考えることもできるっていうふうに私は考えます。ですので、カフェ代、ケーキを食べたりとかですね、お昼ご飯を食べたりっていうものは、これはご自身の嗜好品なので、取引先とかと一緒じゃなければ経費にはなりませんけれども、コーヒー一杯頼むことでその場所にいられた、その場所にいたことによって仕事ができたのであれば、それは経費として考えても差し支えないのではないかと考えます。はい、続いて9つ目のパターンです。リスクヘッジとかセキュリティに関する費用というものがあるかと思います。例えば商品の賠償責任保証みたいなものの保険であったりとか、事務所を借りている場合の損害保険料であったり、倒産防止共済であればフリーランスでも保険料として経費に入れることができます。それとウイルス対策のソフトを入れているであったり、バックアップをするためのハードディスクを持っているとか、クラウドにデータを上げているなど、こういったものについても全て業務のためであれば経費に入れることができます。そして10個目のパターンは、資金を管理する、お金を管理するためのパターンというふうに考えることができると思うんですけれども、例えばお金、相手に渡すために振り込む、これには手数料がかかりますよね。振り込み手数料、当然経費になります。それからお金を調達して、お金を借りることによって自分の事業が成り立っている場合っていうのもありますので、お金を借りて、借り入れ先に対して利子を払うっていう、その利子の部分については経費になります。残念ながら返済の原本については経費ではありませんのでね、これは気をつけてください。それからクレジットカードを使っているっていうケースであれば、業務上のクレジットカードの年会費なども経費に入れることができます。
同じようにお客さんにクレジットで決済してもらうとか、ペイパルで決済をしてもらう、ストライプで決済をしてもらうって言った時に、そういった代行業者に対しても手数料が発生していますよね。で、この手数料についても経費に入れることができます。忘れがちなので気をつけてください。続いて11個目のパターンについては、人材関係です。人に何かをお願いしている費用というもの、例えば業務委託であったりとか、コンサルしてもらってるであったりとか、アルバイトを雇っているっていうケースなんかもそうですよね。こういったケースすべて経費に入れることができます。はい、では最後です。12パターン目、税金です。実は税金の中にも経費に入れられるものっていうのがあるんですよね。まあ消費税っていうのもありますけれども、それを除いて経費に入れられるもの、これが個人事業税です。まず払っている方と払ってない方がいらっしゃると思いますが、払っている場合には全額経費にすることができます。あとは固定資産税ですね。事業用の不動産を所有していて、その固定資産税を払っている場合、固定資産税、あとは焼却資産ですね。不動産ではない動産にかかる焼却資産税、これも経費にすることができますので、税金の中でも経費に入れられるものがあるっていうことを覚えておいてください。はい、というわけで、まあ12パターンに分けはしたけれども、この中にもちろん含まれていないものというものもありますので、目安として考えていただければと思います。はい、では大きく分けた6つ目、どうしてもレシートや領収書がもらえない場合はどうしたらいいのかというお話です。例えば取引先の方の結婚式に参列したであったりとか、まあ、残念ながらお亡くなりになった方のお葬式に出向いたであったりとか、あとは自動販売機でジュースを買ったなんていう場合には領収書がもらえないですよね。くださいということもちょっと場違いなので言えない。そういった時にどうすればいいのかというお話をします。で、例えば結婚式とかお葬式のようなものであれば、案内状があると思いますので、その案内状を証拠として取っておくっていう方法が一つあります。で、そこにですね、いくら包んだのかっていうことを自分でメモしておくということでも代わりにすることができます。じゃあそういうものもなかったらどうするかというと、まあ、こういうのを見たことあるかな、あの100均とかで売ってます出勤伝票っていうものですね。出勤伝票に自分で、まあ、レシート代わりに、レシートに書いてあるような項目をすべて書いて、それをレシートと一緒に保管しておくっていうことでも代用することは可能です。で、この情報って結構一人歩きしていまして、じゃあ何でも出勤伝票を立てればいいじゃないかっていうふうに考える方も中にはいらっしゃるんですけれども、そうではありませんのでね、どうしてももらえないケースです。もらえるはずなのに出勤伝票を立てればいいっていうことではありませんので、ここの部分拡大解釈されないように気をつけてください。はい、続いて7番目、プライベートと兼用の経費をどう考えるのかというテーマです。プライベートと兼用の経費って結構ありますよね。まあ、お家でお仕事をされている方であれば、家賃もそうですよね。で、お家で車を持っている、で、プライベートでも使ってるし、事業でも使ってるっていうことであれば、その車両に関わる経費も全部兼用ということになります。スマホもそうですよね。仕事用とはっきり分けている人の方が少ないんじゃないでしょうか。プライベートで使っている部分があれば、それも兼用部分というふうに考えることができます。そういったプライベートと業務で兼用している経費のことを家事関連費というふうに言うんですよ。で、この家事関連費の取り扱いというのはどのようにすればいいのかっていうこと、これもいろんな人がいろんなことを言っていて、何が正解なのかわからないものの一つなんじゃないかと思います。というわけで、これについても所得税法にちょっと定義を委ねてみようと思うんですよ。はい、このように所得税法ではきちんと家事関連費については書かれているわけなんですけれども、これをまあ簡単に言うと、取引の記録に基づいているっていうことが一つですね。それから記録に基づいている上で、仕事のために直接必要だったということが明確に分けられるということ、これが両方揃っていなければならないわけなんです。ということは、適当に何パーセントっていうふうに入れるのでは明確に分けられる根拠がありませんので、まあ、それだけではちょっと弱いということになります。例えば
家賃であれば使っているスペースが面積の中のどれぐらいを占めているのか、きちんと間取り図をもとにこの部屋が何平米だっていうことまで算出する必要がありますよね。でその上で例えばじゃあ 49.9% だったっていう時に 50% にするっていうのは許されるけれども、それを適当にまあ 35% だからまあ四捨五入して 50% かなみたいな、そういうのは明確な根拠にはなりませんので、まあ、きちんと数字を出して根拠にするということが大切になります。家賃であれば面積、通信費であればどういうふうに分けるか、これすごく難しいですよね。スマホをプライベートと業務用に分けるのすごい難しいと思いますけど、まあ、根拠として納得できるところといえば時間なんじゃないかなっていうふうに私は思ったりします。例えば1日のうち何時間仕事をしているっていうことを平均値ですね、平均値を出してみてその部分を割合として入れるであったり、まあ、水道光熱費なんかも家賃の安分に従うであったりとか、あとガソリン代であれば走行距離ですよね。1ヶ月の走行距離のうちプライベートに使っているものが何キロだから残りを業務用っていうふうに考えて、その何割っていうふうにきちんと根拠がある、あるサンプル好きのものを元にしているっていう、これが明らかにするということです。ですので適当に何パーセントというのはこれは弱いですよっていうことを覚えておいていただきたいと思います。はい、では最後です。8番目に参ります。これは経費にできないでしょうっていうものについてご紹介していきたいと思います。まあ、いろんなご意見がありますし、皆さんできれば経費に入れたいという気持ちはわかるんですけれども、まあ、ちょっとこれは無理ですよねっていうところについて触れていきたいと思います。まず一つ目、副食品です。カバンとか靴とかも含めて主に生活用品としても使えるようなものっていうのは、これは経費にするのはなかなか難しいと思われます。じゃあこれもさっきの家事関連費として何パーセントっていうふうに割合を出すかって言われた時に、じゃあ根拠は何だって証明できればいいですけれども、まあ、多くの場合はできないし絶対に来ませんっていう証拠がないっていう部分ですよね。なのでこの部分についてはなかなか難しいというふうに考えています。もちろん業種にもよりますけれどもね、お洋服を売っている方であればそれは考え方変わりますし、飲食店なんかで厨房用の靴であればそれは 100% 経費に入れて構わないはずですよね。はい、続いては美容院とか床屋さん、ネイルサロン、松江区、化粧品、ひげ剃りのグッズ、整髪料みたいな身なりを整えるためのものっていうのはなかなか難しいです。これなぜかというと、まあ舞台女優とかでもない限りですね、最低限の身なりは誰でも整えますので、そういったものを経費に入れ始めたらキリがないんですよね。もちろん身なりを整えていた方がお客さん受けはいいっていうことはわかりますけれども、これはでも直接売上につながるっていうことは証明しづらい部分なんですよ。ですので身なりを整えるということに関しては基本的には入らないというふうに考えていただいた方がいいと思います。はい、続いてはゲームで使った費用であったりとか、音楽のサブスク、映像のサブスクみたいなもの、これらも業務に関係ないのであれば原則は入りませんので、まあ、当然のようにサブスク料金というのを全部経費に入れている方もいらっしゃるんですけれども、この部分一つ一つ重なると結構な金額になりまして、これ本当に入れられるのかなっていうところに立ち戻ってもう一度考えてみていただきたいと思います。はい、続いてはこれは残念なんですけれども、ベビーシッター代、これは入りませんよね。ベビーシッターがいないと仕事ができないという気持ちは私も十分わかりますけれども、これは経費には入れられないんですよ。保育園に払った費用なども同じです。続いて税金なんですけれども、先ほど経費に入る税金の話はしましたが、所得税とか住民税というものは経費にはなりません。社会保険料も個人の場合には経費にはなりません。ただし、社会保険料については、社会保険料控除という所得控除がありますので、そちらで入れることができます。続いては医療費だったりとか健康診断、そういったものというのは事業の経費にはなりません。事業の経費ではありませんが、治療のために要した費用であれば医療費控除になりますし、健康を保つための費用ということでセルフメディケーション税制という適用もありますので、それは事業経費とは別の枠で考えるということになります。続いては延滞金ですとか駐車違反の罰金みたいなもの、こういったものは経費に入りませんので、領収書があったとしても事業経費からは除かなければいけません。
はい、続いては同じお財布の中で生活をしている同一請求者と呼ばれている親族に払った家賃ですね。こういったものは同じ生活をしている中で払っても経費にはなりません。で、同じように受け取った側も収入にはなりませんので、これらはまあ家族の中でお金のやり取りがあったとしても経費にもならないし収入にもならないということは覚えておいてください。ただし家族が所有している土地建物の中の一部を使ってご商売をされている、その一部が事業占有ということであれば、その部分の固定資産税だけは経費にすることができます。はい、続いては家族ですね。家族に給料を払っても経費にすることは原則できません。経費にするためには、まあ、青色専従者というですね、あらかじめ届け出をしておく制度があるんですけれども、青色申告の方についてはこれを特例として認められていますので、届け出をあらかじめ3月15日までに出すことによって認められます。まあ、ただし他にも条件がありまして、半年以上そのお手伝いということに専念してくれている家族であるということと、あとは年齢も15歳以上であるということが決められています。はい、というわけで今日はかなり長いお話になってしまいましたけれども、フリーランスの方が経費の正解を出すために、その基準となる考え方、そしてこんな支出は経費になりますよといったような事例、あくまでも事例だということはご了承ください。そしてこんなものはちょっと経費にはならないんじゃないっていうものも事例を挙げてお話をしてきました。年末年始確定申告の準備で経費の集計をされる方も多いかと思います。この動画が役に立ったなという方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。そしていいねボタン、そしてコメント欄にコメントいただけるととっても励みになりますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の宇和俊子でした。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは起業を間もない方、経理の初心者の方に向けて分かりやすく丁寧な言葉で税金や経理のお話をしています。この機会にぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、コメント欄に記入をお願いいたします。私の公式 LINE では経理を楽にする方法や様々な補助金の情報なども配信しています。今ならお得な特典のプレゼントもあります。こちらの QR コードから30秒でお受け取りいただけますよ。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の宇和俊子でした。